春うらら。塗り替え道場社長は今、宝塚。お前ちょっと笑うとかしろよ。やってんだよ、俺も。チャンネル頑張って。はい。おはようございます。おはようございます。本日は、はい。今、宝塚に来ております。はい。何しに来てるかというと、はい。最近チャンネルがね、いろんな人からね、はい、クレームが入っとって、ほのぼのすぎると。塗り替え道場そこじゃねえと。はい。うん。まあ、現場ももちろん見たいんだけど、まあ、現場ばっかも嫌だっていう人もおるから、まあ、ちょっとね、いろんなこと撮ってもいいけど、ちょっとほのぼのすぎると。はい。今日は、もう何って、ライバル会社。はい。宝塚コマショー。ね。チャンネル登録者、はい、チャンネルがつまらんから見に行きましょう、皆さん。YouTube やってるんですか？ YouTube やってる。まあ、5000か1万ぐらいの人もちゃう。で、よう来るんだわ。ライブとかやっておるって、コメント欄もそうだけど。はい。よう荒らしてくるもんね。まあ、いつか会社行ってやり返したるんだなって言っておったんですけど。はい。ライブ中邪魔してくるからね。コメントもあるし、投げ銭もしてくるし。あ、そうなんですね。そうそうそう。で、まあ今日は宝塚まで来て、突撃？はい。社長宅訪問？はい。まあ会社だね。まあ、結構大きい会社だね。いや、年商多分5億とか7億とかあるじゃん、営業も。で、産業リフォーム新聞しょっちゅう出るような会社だよ。あ、すごい。で、そこすごいんだわ。YouTube だけじゃなくて、インスタとかいろんなことやって、もう SNS だけで集客して、通常企業って 5% ぐらいは広告宣伝にかかるけど、はい、今ほぼほぼ 0% みたいな。あ、すごいですね。うん、で、ほんで、その全国的に、じゃあそれを、何、ベンチマーキングっていうか、ね、真似したいって言って、セミナーとかしょっちゅう出とるような社長さんだわ。そうなんですね、すごいですよ、あの人。あんな感じだけど。うん、で、それで、まあ、今日これでね、突撃。はい、言われてね。嫌な顔すんな。二人っきりなんだから。3時間俺の恋愛相談聞いとっただろう。はい。お ?3 時間。まあ、運転はね、カメラ回っておくことしかしないですけど。はい。まあ、行ってみようか。ほんで、もう本当にもう目の前。まさかのおらんかったら笑えるよな。まあ、ちょうど12時目指してね、行くんでね。11時50分。はい。まあ、で、今日はもう本当に、ガチンコ日帰りだもんな。はい。ガチンコ日帰りで3時間。往復6時間。今日緑の仕事は運転だわ。はい。運転と俺の突撃の後ろからのしんがり。まあ行って30分ぐらいで帰ってくるね。ここはな。はい。もう分割行ってたのか。はい。あ、本当に YouTube コメント話し上がってて、YouTube 大体つまんねえんだよ、お前とこって言ってな。言う？多分来ないかな。多分。俺より年上先輩だよ。あ、そうなんですか。そうそう。だって日本全員協会では確実に先輩だよ。ああ。物が全然上だったし、会社も規模もあったし。はい。ただ俺はやっぱ天才だったからぶち抜いちゃった。先輩をぶち抜く男。はい。うん。いや本当に船井総研ってあるんだわ。俺視聴者の中で経営者の人がよく知ってるのも勉強があってさ。はい。俺それも本当に言った方がいいと思う。すっごい勉強になるからね。安いやつだと年間10万ぐらいでいけるから。あ、高いコンサルとか入れるともう年間300万、400万とかあるけど。はい。まあ勉強会でいろんな社長とやっぱ交流できるからすっごい勉強になるよ。で、いろんなことを挑戦してる人たちがいろんなことを教えてくれて。はい。もちろん会社のね、俺らは商品、ね、職人さんはやっぱ商品の職人だからさ、俺ら。はい。俺ら人間なの。どこだ、ここか、これです。あ、これか。はい。こんなでかいの？やば。いけるこれ。やばくね？やばくね？社長。めっちゃ綺麗よ。お客様よし。全然違う、でかいな。駐車場もあるし、全然。そうですね。やば。広い。ああ、何これ。広っ。何これ。めっちゃおしゃれやん。全部車も。一応全然見えないし、職人さん。あみたいな顔してる。あみたいな顔してる。あ、どうも。あれ塗り替え道場じゃねえみたいな。すげえ気づかれるわ、やっぱ有名人ちゃう。大丈夫か、緊張した。やばいな、やっぱ。大丈夫、お前が考えた企画っていうことでしょ。なんで俺、こう、笑っていいだもんだって。ちょっと、表側見ていこうか。はい。いやー、これまずいだろ。ちょっと、まだし。ズボン忘れたんですよ、視聴者の皆さん。はい。あ、でも、意外に、セットアップ的には。セットアップ的にはすごいな。お腹がやばいですね、なんか。あ、やばいぞ。その辺の人もめっちゃ見てる。変な人来たと思ったんですか。なんか宝塚に塗り替え道場社長降臨。はい。いける？これ。
でかい。いける？多分いけます。あ？社長ならいけます。さすがに緊張しいだわ。緊張するな。とか入るな。緊張してきた。ちょっととりあえずちょっとほっぺ殴れ。はい、ほっぺ殴れ。気合入れたいね。いや、フルスイングで早く。いいですか？うん、じゃもっと強く、もっと強く。あっ、やばい。元気でいくぞ。はい、こんにちは。こんにちは。いや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 、小林さん、こんにちは。これ靴、じゃあ靴つこんでください。こここんにちは。え、なんで約束だったんですか？初めまして。おお、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。約束だったんです。社長、めっちゃ違う。何？ねん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 。いや、あの、あかんそれ。怖っ。何それ。音が出ます、音が出ます。音が出ます。怖い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 。ねんねん、なに、なにこれ。ちょっと待って。ちょっと、じゃあちょっと、ちょっと近くまで来たんで。え、ここに近くまで来たんで。ユーチューバーや。嬉しい。ユーチューバー。いや、これ日本で5本の指に入る日本名言ですね。トップ1ナンバーワン。え、ちょっと待って。で、二階堂の社長と朝プランっていつも言ってましたね。いつも誘うと怒られるって。なんで、なんでちょっとこんなありなんですか？なんか俺、そもそも、いや、どうしようは。いや、父親も来たんですよ。なぜ、ちょっと空気がまずいな。帰ろうか。ちょっと間違えたかもしれない。一発で打ち合わせ中やのに。あ、マジですか？僕も入りますよ。いや、いいよいいよ。いや、僕のアドバイスじゃないです。怖いアドバイス。これ、生で見た。何しに行った？怖い。いっちゃったの。すいません。ほんとすいません。日本一の営業まで、すいません。YouTube のママとしてや。まあ、何とかあったことないですね。やってるけど、この、まあ、これは見たことないですよね。まだあの時は壊れかけだったけど、壊れた人間じゃなくてなかったんですか？ぶっ壊れてる。ぶっ壊れてる。ぶっ壊れてる。とりあえず、民のこと怒ってくれるとずっと脱げないですけど。そのままでいいから。僕や。遅いっすよ。どうですけど、じゃあズボン忘れちゃって今日。民のことは絶対つけたから。じゃあ、もう最後まで。これさすがにコメント欄あれそうだなと思って。あ、もう帰ってくれるんですか？帰れないです。いいですか？ありがとうございます。何しに来たんですか？それちょっと昼時は飯だけ出してもらっていいですか？コンビニ。コンビニですか？コンビニ。会社の経費バンバンなんか投げ銭してきてます。あれ僕自分なってんですよ。いや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 、ほんまほんま、あれもういくら使ってますか？何十万ぐらい使ってる？10万じゃ効かんすよ。いや、じゃあれ自分なってんの？いや、絶対会社の経費。ほんま絶対会社の経費。違う違う、だから経費で落ちるもん。経費で落ちるもん。じゃあ経費で落ちるもん。知らんかった。で、多分あれ僕思うんですけど、あれでコマーションって出るじゃないですか。なんか視聴者増えるかって増えてるんですよ。しかもネタとか入れて。なんかもう、あの、急に来て、なんか怒るとか怒らんとか言うから、もうなんかびっくりするよ、ドキドキしてるもんな、これ。なんかね、何これ、どうなったの？いや、わかんないですよ。なんかこれ、ちょっと出して。ちょっと、だけど、あ、見てください、見てください。ちょ。カメラ、これがセカラじゃ！これがセカラじゃ！もうそろそろ怒っていいっすよ。だけど変わってないですね。何年前ですか、あれ。10年前ぐらいですね。全然変わってないですね。本当ですか？整形しました。やってますよね、絶対。やってる。絶対やっとるでしょ。できとるでしょ。ちょ、やめて。やめて。何ですか？おかしいでしょ。はぁ、疲れた。危険やね。何？YouTuber。 映像系 YouTuber。 これ、なんで動画回してるんだろう。なんでそっちも動画回してるんですか？なんでそっちも動画回してるんですか？やっぱり専属でおるんですね。これいいですか？これほったらかし。忘れてた。
いやー、突然来て、わあ、ありがとうございます。ようこそ、コマーショーへ。いやー、YouTube も楽しそうですね。YouTube も、あれ。流してますね。楽しそうですね。はい。ほら、出てる。綺麗な顔しとるわ。エロい顔しとるわ。どこがですか？結婚されてるんですか？してますよ、もちろん。あ、そう。で、そんな仕事しとって大丈夫なんですか？いや、大丈夫ですよ。もう子供も大きくなったんで。あ、そうですか。いい、僕も一人だけ、入れてもらっていいですか、そんな。もう一人で子供が増えたと思って。いいですか？いらん。絶対いらん。絶対いらん。絶対いらん。いいですか？この声絶対いらん。コマさんの女取っていいですか？いいです。どうですか？元気ないですね。なんであれじゃコメント欄あんだけ荒らしくるんですか？それ答えてください。荒らしてないって。はい、答えてください。あ、荒らしてどういうことですか？いや、コメント欄めちゃめちゃ荒らしくじゃん。これなんか、これ、ちょ、ちょ、食べたこの人。ちょ、ちょ、ちょ、ゆけさん。ゆけさん。ゆけさん。ゆけさん、そういうのじゃないんで。ゆけさん、そういうのじゃないんで。いいですか、本当に突然来ちゃって。全然、逆にびっくりしたけど、楽しい。すごい。でも、めちゃくちゃ立派っすね。初めて来た。そう、初めてですもんね、ここさん。初めて。会社は来たことないですね、昔の。ないないない、僕、これ、これいつできたんですか？これ、2年か、3年前。2年前ね。2年前。ああ、めちゃめちゃ。借りてるんですよ、借り物。あ、賃貸ですか？賃貸。だからこれ、日本でも全部自分のところでやってるんですね。結構金かかってるんですよ。いくらかかったんですか？2500ぐらいかかってる。原価で行ってるからですけどね。いや、僕、ビビりましたもん。それは見て、いや、これ入ってけんぞって。これ突撃でいいぞと思って。お会社やんけと思って。ちょっと、たまたま、あの、クローズしてるんですよ。ここは普段ショールームになってるってことですね。で、上に事務所があるんですよ。あ、え？横が、あの、事務所で。どうやって事務所でも階段ないの？どうやって上がるんですよ。中に階段つけたもん。あ、本当ですか？みんなに挨拶してきますわ。みんなで挨拶しやがんねえですか。ちゃんと名古屋から来たのに僕失礼な人間と思われちゃうじゃないですか。こんにちは。こんにちは。リアクションがあれなんですね。ちょっとアウェイ感あるわ。ちょっとアウェイ感あるわ。じゃあこんにちは。ありがとうございます。お願いします。怖い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 。おはようございます。いつもお世話になってます。うちのコマショーが。すいません。あ、お名前なんて言えるんですか。ともがねです。え？ともがねです。な、何ですか。ともがねです。ともがさん。ただのセクハラです。すいません。あ、すいません。あ、でもあれ、動画見てくれてあ、本当ですか。はい、チャンネル登録してるんですか。はい、してます。どれぐらい、1から10で言ったら僕のことどれぐらい好きですか。10です。おお大丈夫です、あげます。マイナス、マイナス、マイナス。ありがとうございます。男性には愛に絡まないでいいです。上もあるんですか。 YouTube。 え、事務所は。え、すごいですね。いいですか、始まって。どうぞどうぞ。お、あ、はじめまして。よろしくお願いします。お久しぶりですか。お久しぶりです。もう一回名古屋。あー、覚えてないな。ユーチューブ怖い。近い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 。もう2回目なんだけど、先発だし。ああ、別に2回目なんだよね。2回目です。何さんでした。今日はどう入ったんですか。あ、和田です。わ、和田さんが。なんか、はい、もうちょっと小柄な人かと思ってました。いや、そうなんですよ。結構小柄で。逆に会うと、案外ちっちゃいねって結構ショックなこと言われるんですけど。あ、そうなんですか。そういうことはもっと、1から10で言ったら僕どれぐらい実物良かったです。ん、なんて。1から10で言ったら、まあ10がかっこいい。はい。1がブサイク。はい。どれぐらいですか。マスクをちょっとちらっと通ってもらっていいですか。はい。コロナですけどいいですか。大丈夫です。あー、9です。おぉ、やばい。大丈夫ですか、それ言って。恥ずかしいわ。ありがとうございます。すごいな。でもここは何やってるんですか。何でシャドウベイ違うんですか。営業です。あ、営業さん。営業。あ、みんな営業なんだ。何さんですか。あ、井本です。井本です。井本さん、年いくつですか。32ですね。あ、じゃあ、ちゃんと挨拶しろよ、お前。はい。ありがとうございます。じゃあ、今日は株式会社コマショー。コマショー。はい。株式会社コマショー。コマショー株式会社。YouTube チャンネルもやってますね。やってます。で、たまに二階堂さんのライブにも、たまには結構な確率ですよね。
実家一番何やったのかと思います。正直ちゃんとあれはだからチャットしてるよ、ちゃんとスーパーチャット。あ、まあ、今日はもうそれを行いに来た日なんで、次回からちゃんと直してみます。ちゃんと禁止、もうあの投げ銭禁止でいいですか。わかりました。いいですか、はい、バイ変なバイブしてください。こっちで宣伝しますんで、ちゃんとただ宣伝しますんで。はい、よろしくお願いします。急にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うまいな、 YouTube 投げしてるな、やっぱうまいわ。あれ宣伝出てる、絵を想像しちゃった。えアッチングの宣伝、まあ、あの外壁塗装の、ちょっとここアップで僕いっちゃいますので、どうぞ。外壁塗装の、はい、まあ、マッチングと、はい、まあ、日本語も使いますから、まあ、外壁塗装はあれだけど、まあ、外壁塗装とお客さんのマッチングで、あとは求人のマッチングでもやってて、もう全部無料で使えますので、ぜひそちらの登録もお願いします。ありがとうございます。今週もよろしくお願いします。あ、そうですね、まあ、日本語ではこれじゃもう有名ですよね。なのか、全国的にも有名ですよね、本当に。え、産業日本新聞常連じゃないですか。いやいやいや、毎回出るやん。そうだけですよね。いいっすよね。兵庫県です、宝塚です。全国1位はすごいな。でも本当に作業利用支部で営業の裏どうやってきますもんね。今度もなんかまた内産で汗になる。社員がやるってすごいですよね。ここまでいないじゃないですか。マジで。で投げ銭ばっかして。まだ